今日は鶏むねチャーシュー丼を作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏むね肉でチャーシュー丼を作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏むね肉を使ってとても柔らかくて美味しいチャーシューに仕上げて、それを丼にしていきたいと思います。鶏むね肉はねちょっとパサつきやすいんですけれども、柔らかく仕上げるコツをご紹介していきます。そして今回は一緒に半熟ゆで卵も添えたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏むね肉、長ネギの青い部分、生姜、ニンニク、お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、お酢、お水、卵、そして盛り付ける時にご飯と小ネギと白ごまも使います。はい、ということで今回はこちらの材料で作っていきます。今回のチャーシューはねこちら鶏むね肉を使っていきます。このね鶏むね肉、今重さで言うと 270g ぐらいあります。なので大体250〜270g ぐらいの鶏むね肉を使っていただくといいかなと思います。あとはですね、一緒に卵もね添えたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにゆで卵から作っていきます。まず小鍋にお水を張ってこちらを沸騰させます。水が沸騰しました。そしたら小さじ1/2ぐらいの塩を入れてください。でこれはですね、卵を入れて茹でている時に卵の殻にひびが入って白身が飛び出てしまった時に、白身がそれ以上広がらないように防止のために入れてます。それではですね、ちょっとこのクツクツを弱めて、で卵をねそっと入れましょう。そしてまたクツクツとさせます。それではこのまま7分30秒茹でていきます。はい、7分半経ちました。そしたら火を止めます。で火を止めたらこのように氷水の中に入れます。茹で終わった後は必ず氷水にすぐ入れるようにしてください。このまま10分冷やしておきます。続いて生姜を薄切りにします。だいたいね5スライスぐらいで OK です。5ミリ幅に切っていきます。はい、生姜はこのように薄切りにしてください。続いてニンニクです。ニンニクはですね、包丁の腹を使って潰します。この時ね手を怪我しないように注意してください。では潰します。はい、こんな感じで、こちらも同じように潰します。はい、ニンニクはこれで OK です。では続いて鶏むね肉です。鶏むね肉は皮をねそぎ取ります。でもしね皮付きのままにしたい方は残していただいても OK なんですけれども、皮がついてるとその分ちょっと火が通りにくいので、茹でる時にプラス1分ほどしていただくといいかなと思います。ではこれをねそぎ取ります。であとは余分な油とかもあった時は取り除いてください。こうやってねちょっと脇っちょにある余分な油はね取り除いていただくと臭みがなくなります。はい、OK です。でそしたらですね、次はフォークですね。フォークを使って穴を開けます。そうすると味が中に染みやすくなります。ではこれでね開けていきます。数箇所ね適当に開けましょう。でこうやって穴を開けておくと火の通りも良くなります。はい、鶏むね肉の準備はこれで OK です。それではお肉を煮ていきます。まず煮汁を作っていきます。鶏むね肉が1枚収まるぐらいの鍋を用意してください。ここにお水、そしてお醤油、料理酒、お砂糖、お酢、そして生姜と、あとは潰したニンニクです。そしてこちら長ネギの青い部分ですね、こちらを入れます。でまずですね、この煮汁を沸騰させましょう。でお砂糖とかも入ってるので最初軽く混ぜてください。ではこのまま中火で沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。そして鶏むね肉を1枚入れます。やけどしないようにね注意してください。鶏むね肉を入れたら少しね上に煮汁をかけます。でちょっとね薄く白っぽくなったら蓋をします。でそしたらこのまま弱火で2分30秒加熱していきます。で火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今2分半経ちました。そしたら蓋を開けます。はい、今こんな感じです。で2分半経ったら裏返しましょう。
よいしょ。で、そしたらまた蓋をして同じように2分半茹でていきます。火加減は弱火です。はい、2分半経ちました。そしたら火を止めます。で、こちらはですね、火から下ろします。はい、火から下ろしました。では一度開けます。こんな感じに仕上がってます。そしたらですね、上にキッチンペーパーをかぶせて、そして汁をね、染み込ませます。これで一度蓋をします。で、こちらをですね、このまま一旦置いておきます。それではこちら、冷やしておいたゆで卵の殻を剥きます。で、殻を剥くときはゆで卵の丸い方ですね、尖ってる方じゃなくて丸い方にまずね、ひびを入れます。こんな感じ。そしてこちらを一皮剥きましょう。そうすると少しね、隙間が出てくると思います。そしたらそこに親指のこの腹の部分をかけて、で、これで卵を撫でるように薄皮ごと剥いていきます。茹で終わった後にきちんとね、冷水で冷やしていただくとつるんと殻が剥けます。はい、こんな感じです。それではもう一個もね、同じように殻を剥きます。はい、このように2つとも殻を剥いてください。で、そしたらこちらの鍋の中にゆで卵も漬け込んでいきます。で、ゆで卵はね、半熟に仕上げたいので、火から下ろしてから漬け込むようにしてください。一度キッチンペーパーを取って、そして卵を入れます。そしてまた再びキッチンペーパーを上からかぶせましょう。で、もう一度ね、軽く上に汁をかけます。そしてまた蓋をします。そうしましたらこのまま冷めるまで置いておきます。このようにね、最後余熱で仕上げることで、とても柔らかいチャーシューに仕上がります。はい、しっかり冷めました。では開けます。じゃじゃん。今ね、だいたい1時間半ほど冷ましたんですけれども、均一に味が染み込むように途中でね、裏返しました。なので皆さんもね、だいたい 3,40 分したら一度裏返して、そのまままた冷ましていただくといいかなと思います。はい、こんな感じで美味しそうに出来上がってます。で、より味を染み込ませたい場合は、これをね、ジップ袋に入れ替えて1日冷蔵庫で漬け込んでいただくと、より味が染み込みます。はい、それでは食べやすい大きさに切っていきます。まあ、厚さはだいたい7ミリから1センチぐらいの、ね、幅がいいかなと思います。ではこちらを切っていきます。少しね、包丁を寝かせてそぎ切りしていきます。まあ、お好みのね、厚さに切っていただいて OK です。はい、こんな感じで切りました。ちょっとね、中を見てみましょう。ここが中心部なんですけれども、このように中までしっかり火が通って、さらにとても柔らかく仕上がってます。続いて卵です。卵はですね、こういった糸を使っていただくと綺麗に切ることができます。で、この糸をまず卵に一周クククッと回します。こんな感じで、あとは引っ張ります。よいしょ。ではいきます。オープン。じゃじゃーん。はい、こんな感じで程よい半熟に仕上がってます。それではですね、こちらの漬けダレは一度煮詰めます。で、煮詰めてチャーシュー丼の上にね、かけたいと思います。ではこのまま火にかけて、まず中火で沸騰させます。沸騰しました。沸騰するとね、真ん中に少しアクが溜まるので、これは取り除きます。で、このままだいたい1分から1分半ほど煮詰めていきます。で、火加減は中火のままで OK です。今1分半煮詰めました。そしたら火を止めます。漬けダレはこれで OK です。では盛り付けていきます。この中にポシャッとつけて味を染み込ませて、そしてのせます。はい、こんな感じで、残りも同じようにこのようにつけてのせていきます。そして煮卵です。で、お肉がね、半分ぐらい余ったので、だいたい2人分できるかなと思います。そして最後、上にネギをかけます。そしてあれば白ごまをかけます。これで完成です。はい、これで鶏胸肉のチャーシュー丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉がとても柔らかジューシーに仕上がってます。そして卵も半熟です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ご飯と一緒にいただきます。お肉がすっごく柔らかいです。美味しい。そしてね、味もしっかり染みてて、パサつき感も全然ないです。ではこちらのね、卵もいただきます。半熟ですごく美味しそうですね。それでは卵もいただきます。卵も最高
高に美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏むね肉のチャーシュー丼のポイントです。まずですね、鶏むね肉なんですけれども、今回はね、皮とあとは余分な脂を取り除きました。皮付きのままでもね、もちろん大丈夫なんですけれども、皮付きの状態だとね、少し火が通りにくくなります。なので皮付きの場合はだいたい1分ほど追加で加熱していただくといいかなと思います。そしてですね、皮と余分な脂を取っていただいた後はフォークで穴を開けてください。そうすることで味が染みやすくなるのと、あと火の通りも良くなります。そしてその後漬け汁で茹でるんですけれども、まず漬け汁を沸騰させて、その後鶏胸肉を丸ごと入れてください。あとは蓋をして弱火で2分半経ったら裏返して、そして蓋をして片面も弱火で2分半加熱してください。この加熱時間に関してなんですけれども、お肉の分厚さだったりとか、あとは大きさでもね、適正な加熱時間が変わる場合があります。なのでちょっとね、分厚めだったりとか、少し大きいお肉の場合はちょっとね、多めに加熱していただくといいかなと思います。そして火から下ろしたら、殻を剥いたゆで卵を入れて、上にキッチンペーパーをかぶせて蓋をして余熱で仕上げるようにしてください。このように余熱で仕上げていただくと、お肉がとても柔らかく仕上がります。そしてゆで卵もですね、火から下ろした後に入れていただくことで、半熟感をキープしながらしっかり味付けをすることができます。そして蓋をしたら、しっかり粗熱が取れて冷めるまで置いておいてください。で、今回私はですね、1時間半置きました。そして均一にね、味が染み込むように途中で一度裏返していただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても柔らかくて美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏むね肉でチャーシュー丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。